さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。81回目の今回は、現在中日の監督を務めている選手の解説になるよ。その選手とは、中日、ロッテ、日本ハム、阪神に在籍していた、与田剛選手だよ。うぷ主的には解説者のイメージが強い与田選手、一体どんな選手だったのか、早速解説を始めていくよ。与田剛、1965年12月4日生まれの55歳、千葉県君津郡君津町の元プロ野球選手だよ。引退後は解説者、コーチを務め、現在は中日ドラゴンズの監督を務めているよ。アジア大学時代は故障が多く、登板機会はほとんどなかったため、リーグ戦通算1勝。大学時代に右腕の血行障害を患い、大学3年の時に手術を受けたが、これは高校時代から投げすぎたために、人差し指と中指の手のひら側の、付け根に筋肉がついて、手のひらの血管を圧迫していたのが原因という珍しい症例だったよ。NTT 東京時代には、球速150キロを超える剛速球が注目され、全日本代表メンバーに抜擢。1989年の都市対抗野球では、笹岡と投げ合って、先発完投も1対2で惜敗。そして1989年度ドラフト会議にて、中日ドラゴンズが1位指名し、単独指名で交渉権を獲得。与田本人は当初、在京球団を希望していたが、後に契約金7500万円、年俸720万円で合意し、入団。初登板は1990年4月7日の太陽との開幕戦。同点で迎えた、延長の11回無失地三塁のピンチでリリーフ登板し、無失点に抑えたよ。その後も、星野監督から信頼を受け、抑えとして活躍し、6月1日にセリーグ新人選手初の、2桁セーブを記録。オールスターにもファン投票で選出され、与田の投球を見るため、車で九州から名古屋球場に駆けつける、ファンも現れたほどだったよ。そして新人では、当時最多となる31セーブを挙げ、最優秀救援投手のタイトルを獲得し、新人王に選出されたよ。そして8月15日の広島戦では、球速157キロを計測して、当時の日本人プロ最高球速を記録しているよ。しかし、翌1991年は過度な登板により、背筋痛に悩まされ、3敗2セーブに終わったよ。球団及び首脳陣も、リリーフでの酷使を懸念し、アマチュア時代に勤めていた、先発投手としての適性を、毎年のように試みていたが、通算9試合に先発し、0勝7敗防御率 8.76 と、結果を残せなかったよ。3年目の1992年に、2勝5敗23セーブと復活を果たしたが、4年目の1993年以降は、右肘痛のため、思うような成績を残せなかったよ。1995年シーズンオフには、日本ハムの武田との交換トレードが検討されたが、このトレードは、中日が与田の放出を躊躇したため、不成立に終わっているよ。1996年シーズン途中の6月10日、内藤、森との2対2の交換トレードで、吉鶴と共に千葉ロッテ併籍。このトレードは、慢性的な先発投手不足、中継ぎ陣の疲弊に悩まされていた中日が、ロッテに内藤の譲渡を打診したところ、ロッテの GM を務めていた広岡が、鍛えてみたいとして、与田を交換相手に指名したことで、成立したトレードだったそうだよ。1996年は AA 級の、メンフィスティックスに野球留学。しかし同年以降は、一軍では登板できず、1997年シーズンオフに、ロッテを自由契約となり、同年の日本ハムの秋季キャンプで、入団テストを受け合格。日本ハムに移籍した1998年は、ラストチャンスとして名護キャンプに臨んだが、右肘痛に襲われるよ。痛み止めを注射して、フリー打撃に登板したが、回復の目処が立たず、4月30日に右肘の軟骨を、削り取る手術を受けたよ。同年は1軍だけでなく、2軍でも登板なしに終わったが、シーズンオフのハイサイリーグで、球速145キロの直球を投げるなどして、首脳陣に復活をアピールしたよ。そして1999年10月2日、日本ハムの同シーズン最終戦で、4年ぶりの1軍登板を果たしたが、同月9日に日本ハムから戦力外通告を受け、同年12月2日に、NPB コミッショナー事務局から、自由契約選手として公示されたよ。一方で戦力外通告後には、同じく日本ハムから戦力外通告を受けた、橋上と共に阪神の秋季練習に参加して、同球団の入団テストを受験。10月22日には、同じ5人の入団テスト受験選手と対戦し、最速144キロの直球を投げるなどし、球団社長から、リリーフとして十分戦力になる、と判断されて合格したよ。2000年は、キャンプ、オープン戦で好投し、当時監督の野村からも、ストッパー候補として名が上がったよ。しかしオープン戦終盤、好投した翌朝、
ベッドから起き上がれないくらいの腰痛に襲われ、この腰痛により戦線を離脱。結局、同年は1軍に昇格できず、2軍でも右膝痛のためわずか、2試合の登板に終わり、同年9月23日に、戦力外通告を受けたよ。そして同年12月2日に NPB コミッショナー事務局から、自由契約選手として公示され、同年限りで現役を引退。引退後の2001年からは、NHK の野球解説者になり、2015年まで務めたよ。また NHK や東京中日スポーツの野球評論家としての仕事の傍ら、社会人野球チーム、サウザンリーフ市原や、全日本女子野球チームの投手コーチも務めたよ。2009年は WBC 日本代表投手コーチとして、大会2連覇に貢献。WBC では、大差のリードがある試合で、ブルペンで待機していた投手陣に、ベンチに戻って応援するよう指示した山田投手コーチに対し、何があるかわからないか。2009年4月から2011年3月まで、NHK のサンデースポーツのメインキャスターを務めたよ。引退して解説者の仕事を引き受けた後、元アナウンサーの夫人から話し方や、表情の作り方を丁寧に教わったそうだよ。2012年10月10日に、2013年の WBC 日本代表の投手コーチに就任したことが発表されたよ。11月13日に、背番号が92となったことが発表されたよ。そして2015年10月13日に、東北楽天ゴールデンイーグルスの1軍投手コーチとして就任したことが発表されたよ。背番号は92となり、同年オフには、大久保の監督辞任に伴って、後継監督候補に立浪や山崎、橋上、佐々木、斉藤らと共に名前が挙がったが、これは実現せず、梨田が監督に就任。元楽天のフランク・ハーマンは、与田さんこそが本物のコーチだ。1年目から日本で活躍するのは難しいと思っていた中で、チームに溶け込みやすくしてくれたのは与田さんだ。とても深く尊敬している。いいピッチングの時も悪いピッチングの時も、同じ態度で接してくれたし、食事に誘ってもらった。日本に馴染む手助けをしてもらったんだ。と述べているよ。そして2018年から2軍投手コーチに配置転換されたが、同年10月5日に来季の契約をしないことを通知され、同年10月15日に、2019年より古巣である中日への監督就任が決定。背番号は92となったよ。コーチ陣はヘッドコーチに伊藤、打撃コーチに村上、投手コーチは大学の先輩である阿波野翔平。12月18日に塩釜市内で講演し、楽天からも来季のコーチ契約を打診されていたが、中日からの復帰要請が先にあり、苦渋の決断だったと明かしたよ。監督就任後は選手との対話を重視し、加藤や阿部、遠藤、伊良、三ツ俣といった、前年にほとんど1軍出場のなかった選手を積極的に起用。またドラフト会議の抽選でのくじ運が強く、2018年に4球団が競合した根尾、2019年には3球団が競合した石川の交渉権を引き当てたよ。2019年オフシーズンには、前任の森が築いたキューバや、ドミニカ共和国とのパイプを生かし、自らウィンターリーグを視察。モイゼス・シエラ、ルイス・ゴンサレスを獲得。バントやエンドランといった、小技を駆使した作戦を取ることが多いよ。またランナー三塁の場面では、セーフティスクイズをするケースも目立ったよ。2020年シーズンは、怪我人が多く出たことも影響し、8月6日の時点で最大借金9と低迷。しかしシーズン後半以降は復調し、6回終了時にリードしていた場合、37連勝を記録するなど、就任時から取り組んだ、ブルペン整備が功を奏し、勝ちパターンを確立。10月23日には貯金8を記録。最終的には60勝55敗5分と貯金5でシーズンを終えたよ。また3位に入り、8年ぶりの A クラスを達成。2013年からの連続 B クラスを7年でストップさせ、監督通算成績も5割に戻したよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、現役生活を通して、怪我と常に隣り合わせだったように感じたね。入団1年目に新人王といった優秀な成績を残したけど、その後は入団前から患っていた怪我。それによってその後も周囲から期待されながらも、その度に怪我がつきまとい、最後あたりは試合に出ることすらできなくなった。ただ、自身の経験も生きる形で、日本代表のコーチなどに抜擢され、今では監督として中日を7年ぶりの A クラスに。投手の国士がイメージとしてある中日で、投手出身の与田監督が来たことによって、改善されたところがあったのかもしれないね。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。